どうもこんにちは、下ベース俊二です。こちら小さいブルー、そしてお肉、ブルーの口を開けてね、はい、こう開けた時のこの ゴムこれいいよね。で、お肉を食べさせると、いやいいね、あのブルーがあのお肉をむしゃむしゃ食べてるサウンドが流れると、めちゃかわいいフィギュア、メガロア、ベロキ、ラプトル、ブルーを結構前にね、ご紹介したんですが、なんと、新しく、サバイバルミッションのアロサウルスが出たんで、今日はね、こちらの方、レビューしていこうと思います。で、国内ではね、残念ながらこれね、販売予定に今のところなってないですね。で、僕は海外のアマゾンさんでね、購入しました。パッと見のサイズはさっきのブルーと同じぐらいですかね。形もね、こうベビーシリーズの形になってて、かわいいですね。で、お肉が入ってます。まあ、あの、アクションとしては多分ね、ブルーと同じような感じで口にお肉を入れるとサウンドが流れるようになってるようですね。で、くるっと回して、後ろはね、こんな感じとなってます。口をガバッと、こうね、開けることができるようになってて、で、なんと、あ、これ分かりやすい。右の目が白くなってる。アニメで登場した、あの、アロサウルスと同じ仕様です、これ。左目、あの、黄色いもんね。すげえ、ちゃんとこう、その辺なんかアニメと同じように再現されてるっていうのはテンション上がるね。フィギュア箱から取り出して見ていきます。チャンネル登録がまだの方は登録、高評価の方もよろしくお願いします。ジュラシックワールドサバイバルミッションでは大暴れしてました肉食恐竜アロサウルスのフィギュアなんですが、全長が約19センチで高さが約20センチ。アニア・ジュラシックワールドのアロサウルスのフィギュアと並べて見比べるとこれぐらいのサイズになってて結構大きいんですよね。同じシリーズのブルーと並べてみるとこんな感じでですね、あ、もう大きさ同じでしょこれ。全長とかもあんま変わんないもんね。はい、まあ、恐竜の形もこうベビーシリーズで可愛くなってますよね。はい、後ろから見るとこんな感じ。なんかやっぱこう全体的にこう頭の方、上の方がちょっとこう大きくなってますね。体の色、上の方がちょっとこう濁ったような青カラーになってるんだけど、これ最近出たスーパービッグのアロサウルスと似たような色ですよね。うん、あの前もね、あのトゲが伸びるアロサウルスのフィギュアが出たんだけど、これもね、そういったちょっとこう青なんだけど濁ったような色になってて、このフィギュア後ろの方のレバーを動かすとトゲが伸びるね、アクションが発動するっていうね、かっこいいフィギュアになってましたね。で、このフィギュアと、ちょっと見比べるとね、まあ、こんな感じで、まあ、形は当然全然違うんだけど、やっぱ色自体はね、もうほんと一緒ですよね。下色の方もね、似た色になってますもんね。セットで入ってたお肉がこちらで、あ、霜降りのかなり高級なお肉ですね。で、ブルーのお肉がこれで、もうね、形も全く同じですね。はい、この油のこの入り方なんかもね、全く同じですね。最近出るアロサウルスのフィギュアね、この色多いね。あと鱗がめっちゃ大きくなってて、ほんとね、鎧をこうまとってるような、あのね、どちらかというとインドラプトルのこうなんか肌の感じとちょっと似てきてるんですよね。で、後ろから見るとこんな感じですね。尻尾短くて可愛い。で、この先端の方が、はい、まあ、回すことできる。あの、上下とかには動かせないけど、回せますね。まあ、こんな感じ。で、さっき言いました、この、肌がね、すごいでしょ。この、鱗が大きくなって、めちゃめちゃかっこいいんすよ。硬そうな、ね、皮膚になってますよね。そして、こう、横の方はちょっとこう、小さいね、鱗状の肌になってて、可愛らしい。まあ、通常のね、恐竜フィギュアによくあるね、こう、肌の感じですよね。
はい、やっぱ足はね太いですね、後ろ足はね。で下の方大きくて爪の部分は黒カラーになってると。で左の後ろ足前後にこんな感じでね動かすことができるようになってて、反対の後ろ足はこんな感じでですね、まあ、形自体は同じような感じね。で筋が入っててモリモリっとしたねかっこいい足になってるでしょ。でこの右の後ろ足を動かすと前回のブルーと同じで、はい、こんな感じ、口がわーっとこう一緒にね動いて、こんな感じ、サウンドも流れるんだけど、もう長いっすよこれ。いきますよ、せーの。やばくない？めちゃめちゃいいよねこのアクション。まあ、左の後ろ足動かしてもサウンドは流れないんだけど、右の後ろ足のみですねこれね。はい、こうだから動かすことによってこう走りながら獲物を追いかけてるようなね、そんなポーズになってこうサウンドが流れるから面白いですよねこれね。かわいい、この状態でちょっと飾りたいんだけど、うん、残念ながらちょっと無理。いやでもいいね、こうしかもね先に見ちゃうけど、この今回もこの横ゴムねペラペラのがあって、これが、うん、好き、ここ好き。で前足ですね、長い、しかもね細いよね。うん、あのブルーよりかなんかこのアロサウルスの方が細くなってる。で3本の指があって、まあ、この前足の爪はねあの細かいペイントはされてないね。でこう前後に動かすことができるようになってると。で、こう下ですね、はい、下にスピーカーがあってボタン電池はここになります。でこの下の部分ここだけねなんかオレンジ色になってる。で、首、いやここの肌の感じかっこよくないですか。大きいね鱗状の皮膚がねめちゃめちゃかっこいいんすよ。うん、スーパービッグもこんな感じでしたからね。いやアロサウルスのね形が本当に変わった。これそんなに古いフィギュアではないんだけど、ダメージアロサウルス体の横ねこう、はい、こう怪我するっていう感じで、でこう骨が見えて、はい、こう中のが触れるっていうね。まあ僕のチャンネルでは結構ね登場するんだけど、このフィギュアの肌はねこんな感じですよね。はい、まあまあよくあると言いますか、そんなこう鱗がねめっちゃ今回のような大きい鱗ではないんですよ。並べて見比べるともうこの肌の感じ全然違うっしょ。鱗めちゃめちゃ大きくなってるよね。後ろからガブッとこう噛まれてもこれだけ分厚いこうね皮膚だったら、うーん、なんか大丈夫なような気がしますよね。防御力高そう。そして頭、はい、もうこんな感じです。いやーかっこいい。でアロサウルスね上の方がこうボコッとこう膨れ上がってて、うーん、かっこいい、迫力ありますよね。で、なんといっても、ジュラシックワールドサバイバルミッションで登場するアロサウルスは、左目が、はい、黄色ね、綺麗な黄色。で、反対、右目は白くなってると。そう、スーパービッグアロサウルスはね、これ、なかったんさ、白じゃなかったんだよね。アニメで登場するのは、こう、白くなってるから、怪我して白くなってるんで、いや、これはね、スーパービッグも同じように白くしてほしかったね。うん、はい、正面から見るとやっぱね不気味なんすよ。左だけ黄色くて右目は白くなってるじゃないですか。正面から見ると不気味さ出ていいよね。でもこれがアニメと同じ仕様ですもんね。で、鼻の横ですね、ここに深い傷があって、あとね目の下もね傷があって、まあ、この辺なんかもきっちり再現されてると。かっこいいよね。はい、まあこんな感じです。で口を開けるとね、はい、こんな感じでめっちゃ開くんすよこのフィギュアで、ビヨーンってなった下、ここにセンサーがあって押すと、はい、サウンドが鳴るんで、だからお肉を乗せることによってここがグッと押されてね、でこう、サウンドが鳴るようになってるようですね。下顎ね小さいですよね。
で上顎は大きい歯になってて、最近なんかねこの歯がね柔らかいのが多い。なんか昔は結構硬いの多かったんだけど、最近ねこれめっちゃ柔らかくなってる。でも形自体はねもう非常にいいっすよね。はい、まあこんな感じで、さっき僕言いましたこの横のビヨーンってなってるねこれ良くない？僕好きなんですよこれ。昔のフィギュアとかこの ゴムがねあるのあったよね。はい、まあこんな感じとなってて可愛い。それではね、セットで入ってたお肉アロサウルスの口に、はい、入れますね。乗せてで、閉じると。むしゃむしゃ食べてる時の音流れましたね。はい、ではもう一度行きましょうか。取り出してで口を開けてね、はい、お肉を食べさせると、美味しそうに食べてる音が流れました。食べてる時の音はね、ブルーとは違うのかな。まあかなり似てると思うんだけど、そう、ちょっとブルーも食べてもらいましょう。わあ、ゲップしてる。マジか。あ、ちょっと違うのかも。むしゃむしゃ食べてる時の音はかなり似てるんだけど、たまにこうブルーの鳴き声のようなのが、サウンドが入ってて、その辺が少し違うんだ。だから全く同じではないんですねこれ。面白い。でこのブルーはねゲップしてる音入ってたんだけど、アロサウルスあるのかな。あ、言ったいや、言った、ゲップした。めちゃめちゃ可愛い。はい、まぁ、こんな感じで、このセットのお肉をね、食べさせて。あ、いいね。ちょっとこう、世話する感じでね、こう、楽しむことができるようになってて、いや、なんかお腹空いてくるね。うん、こんだけいい音出してね、食べられると、こう、うん、お腹すくない。はい、2体一緒だね。はい、もう餌やり、恐竜の餌やり。いや、いいね、これ2体同時にゲップしないから。あれ、あれいい。あ、ちょっと待って、ゲップの音違うやん。これ音違うね、ゲップの。今気づいたわ。お肉を食べさせてる時の音は同じかなって思ったんだけど、やっぱね少しでも違うとテンション上がるね。後ろ足動かした時のサウンドは何パターンあったのかな。この最後の伸びがちょっと違うかな。え？あ、今の最後の方の音が微妙に違う。ほとんど これ開けてる時の音は同じなんだけど、この音、この部分が少し違うね。2、3種類入ってそうですね。最後ブルー。高いね声が。かわいい。ブルーの声めちゃめちゃかわいいわ。お肉がねもうちょっと大きかったらよかったんだけど、ちょっと半分ぐらい加えさせて、そしてブルーにもちょっとこう加えさせて、餌の取り合いをしてるかのような感じでね飾っても可愛いよね。いい。これいいじゃん。これで飾っとこう。
こちら恐竜に餌をあげてこう楽しむことができるジュラシックワールドサバイバルミッションメガロアアロサウルスのフィギュアをレビューしたんですが、これ残念ながらね、国内で販売予定になってなかったんで、僕は海外のアマゾンさんでね注文入れたんだけど、これめっちゃ可愛いから国内でもね出してほしいね。ただベビーシリーズの恐竜フィギュアってね、いまいちやっぱね人気がね、迫力のあるかっこいいのと比べると人気落ちちゃう気がするから、まあそういったのもあってあんまり販売しないのかな、売れ残っちゃったりするケースが多いんですかね。僕はね可愛いのもね全然好きなんだけどね、まあやっぱみんなかっこいいのが好きなのかな。よかったらぜひねコメントでどっちが好きとかねあれば、書いてください。はい、ということで今回はこの辺で、最後まで見てくださった視聴者の方本当にありがとうございます。チャンネル登録がまだの方は登録、よろしければ高評価の方もお願いします。コメント欄にみんなの好きな恐竜書いてくださいね。では次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。